はい、皆さんこんばんは山下エンジニアリングの山下です今回はですねあのフュージョンのスクリーンですねあのジュビのスクリーン買ったんですよ結構長くてでかいですあのこれをちょっと取り付けて、まあ、レビューっていうか感想とかもやっていこうかなってちょっと、えー、思っています えー、今もう11月でもう結構関東も寒くなってきたんであのちょうどいいかなと思ったんですけどアマゾンで在庫が2つぐらいになったんで、まあ、またたぶん供給されると思うんですけどとりあえず少なくなってきたから、えー、買ってしまいましたちょっとこれから、えー、取り付けていきたいと思いますはいフュージョンです えー、よく乗っていますこれ今安い多分純正っていうか中華とかの多分安いスクリーンなんですよ、まあ、長さは結構短くて、まあ、多分純正ぐらいなのかな、まあ、僕の目線座った時の目線と同じぐらいの、えー、高さになってますねはい でこれが地ビのスクリーンです、えー、袋から出しました結構厚みとかあってこういうなんかコーションステッカーかっこいいなこれ貼ったままにしようかななんてちょっと思ったりしています厚みも結構ありそうっすねこうやって反ってる感じなんで結構防風効果 ありそうです長さはもう全然違いますねぐっすら透けて見えるかな全然違います2 0センチ2 5センチぐらいは、えー、違うと思いますねとりあえずパパッと交換してみようかなと思います はい軽く合わせてみましたふむふむ全然穴が合いません合いませんね穴が全くこれはよう加工しないとダメですね全然合わないな全然合わないですよ まあずれてますねちょっと穴を拡張しますはいというわけで取り付け終わりました 穴を拡大して、えー、取り付けましたね2万円ぐらいするんでなんかポン付けで行ってほしいところなんですけどやっぱこの辺がやっぱ国内の部品じゃないっていうところですよねはい1 3 0キロまでって書いてありますギリ出るか出ないかみたいな感じですね ステッカーかっこいいんでこのままでも行きたいですけど見にくいかなちょっと座ってみようかなこんな感じあ,ーあのー、分,分かりづらいですけどこんな感じですねはい昼はまあそこまで暗くなさそうですけどちょっと今ガソリンないんでまあテストがあったらちょっとガソリン 入れに行っていきたいと思います。 というわけで、ちびのスクリーンをつけて、えー、ガソリンを入れてきました、あのー、結論から言うと、めちゃくちゃ良かったです。あのーまあ、まず風が当たらなくなったのと、まあ、そうですね、結構今、多分10度以下だと思うんですけど、結構、なんかあったかいなって思いましたね。はい なので、かなり暴風効果はあると思います。で、僕、スモークスクリーンで一番なんかちょっと心配してたのは、まあ、夜ですね、スクリーンく暗くなるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、思ったよりかは、えー、そんなに暗くなってなかったので、その点はすごく良かったなと思いますね。はい、あのー、ちょっと 遠回りししちゃいましたね、はいまあまあ、テストも兼ねてっていうのもあると思うんですけどやっぱりちょっと風風顔に当たたる風が全然なくなくりましたね、はい、前のスクリーンだとちょうど自分の目の前辺りかなだったんですけどもう今その自分のスクリーンだと結構上なんであの顔に風がほとんど当たらないですよね、まあ、8 0キロぐらい出すとこう風を巻き込むんですよね でその巻き込むのがなんかちょっと追い風みたいになって後ろから押さ,れ押されてるような感覚になるんでまあそういうなんか効果もあると、えー、思いますまあい高速乗ってまあどうかなっていうのもも思ったりするんですけどあのー、すごくいいと思いますよはいあの今の季節買って正解だったなと思いますあのー、いい商品ですはいあのー、まあ取り付けはね ちょっと穴を拡大したりとかしなきゃいけないんであの値段の割にはそういうとこあるのかなと思ったりとかしたんですけど、はいまあ、使ってみたらあのめちゃくちゃ良かったです、まあ、ルックスもいいですしねかっこいいですよはいまあかっこいいんですけどローダウンしたくなっちゃうデザインですよね、はいまあ、ローダウンはちょっとあの僕は、まあ、しない方向で考えてるんで、はいまあ、外観的には今のが いいのかな、まあ、機能性重視で行ってるんで早くしたいから FCR 組んで駆動系も変えてで寒くなってきたから、えー、スクリーンも変えてっていう感じなので、はい、もう1年以上乗ってそうですねこんななに乗ると、えー、思ってなかってかたで,す、はい、でちょっとあの近所の。 あのまあ、居酒屋さんの大将にあのマグザムを探してくれって言われてマグザム買ってきたんですよでマグザムもちょっと乗ってみたんですけどあのー、はいまあ合成とかはねさすがに後発のマグザムの方があると思うんですよね、はいまあ、でもやっぱり軽さとか面白さで言うと全然僕はフュージョンの方が軍配が上がるなってちょっと思ったんで、はいまあ、ひょっとしたら比較フュージョンとマグザムの比較動画 みんなやってるかなやってると思うんですけどやるかもし、えー、れないですはい、えー、今回は、えー、自分のスクリーンを買ったよっていう、えー、お話でしたはいあのフュージョンちょこちょこ仕入れてるんではいあのー、そうですねいろいろチェックしてもらえると、えー、ありがたいと、えー、思いますはい今回もご視聴ありがとうございました え寒いですがね今バイク乗ってる人がえ本当にバイク好きだ人だなって僕は思っています、はい、冬こそバイク楽しいですからね、はい、安全運転で、えー、楽しんでくださいはいではまた次回よろしくお願いしますありがとうございました